こんにちは、かいちです。今回はエルヘイムのおすすめ編成と立ち回りについて動画を作っていこうと思います。進捗としてはこの魔女のことの葉ですね。ヤーナの先生のアルチーナと戦うところになるんですけど、ここまで進んでいる状態です。ではエルヘイムでの敵の特徴とか見ていきましょう。まあなんといってもここですね。エルフフェンサー。これが非常に特徴的なんじゃないかなと思います。エルフフェンサーというか、エルフですね。まあ、シルフィードバリアでこう回避させられるっていうところもそうですし、攻撃自体が魔法ですね。前後攻撃は魔法だけの攻撃になるし、ライトニングソードだと物理と魔法両方あるよということで、魔法防御力が高くないとあっさりやられてしまうというところが特徴になってきますね。でまあ魔法とか牙とかっていうのはこれまでのマップにもいましたし、弓兵ももちろんいましたよね。であとここには1体しかいないんだけれども、エルフアーチャー、この子はその味方にも魔法ダメージを追加したりとか、自分の弓も、魔法威力が混ざってたりするので、やっぱり魔法による攻撃っていうのがかなり特徴的なページになってきますね。まあ、あとは飛行ユニットもいたりとか、この辺は一緒ですね。最後のアルチーナは飛行ユニットと、あとはバイキングで固めてて、後ろにもいると。で、この子自体も盾持ってたりしますし、魔法攻撃をしてくるし、ということで、攻守ともに優れているようなボスキャラですね。では、ユニットの紹介をしていきます。まずは、このローグを先頭にした、ユニットになってるんですけども、結構好きなんですよね。ローグっていうクラスは奥が深いなと思いますね。パッシブステイルで PP を盗みつつ、自分はイベイドとかザフネスで使っていくっていうような形になるんですけど、自分は最初このイベイドに頼っていたんですが、途中でですね、このマッスルベルトでタフネスを装備させたら、こっちの方が強いんですよ。通常の攻撃であれば普通に避けたりすることが多いんですけど、シルクスカーフとかを巻いて回避を上げているので、まあ、避けやすいと。必中とかで当たることありますよね。そうするとイベイドでも避けられないんですよね、必中なんで。そんな時にタフネスだと生き残っていることができるということなんで、死なないという意味ではタフネスの方がいいと。だけどダメージが入ってしまうし、残り HP は1になっちゃうよっていうところで、じゃあどうするっていうようなところになってきます。1個例を挙げると、こういうソードマンみたいなのが扱ってくるメテオスラッシュありますよね。ヒット数が多い攻撃。こういうのをローグが食らう場合、イベイドで避けたら、1回は避けてくれるんですけど、9回のうちその後の攻撃が当たる場合があるんですよね。で、それで死んでしまうということもあるんですけど、なんと、タフネスだと、多段ヒットの攻撃を何回受けても1のまま耐えるんですよ。つまり、メテオスラッシュが全ての攻撃を含んで1回としてカウントされてるみたいな扱いになってるんですね。なので、そういう意味でも、イベイトとタフネスでだいぶ違うんですよ。生き残りをかけるのであれば、タフネスの方が実は有利だったりします。じゃあタフネスだけでいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、ファイヤーとか、なんか毒が絡んだ攻撃を受けると、1残った後、その毒でやられたりとか、炎上でやられたりっていうこともあるんで、この万能じゃないんですよね。なので一応、現段階では毒無効の装備をつけてたりするんですけど、今でも、炎上にはやられてしまう形にはなるんで、完璧ではないです。なんですけど、タフネスかなりおすすめです。で、一応そのシューターがその毒系の攻撃で撃ってくる時があったんで、この幽閉から攻撃される時にイベイドっていうのをやっていたんですけど、まあ、そもそもイーグルアイを使われる場合だとイベイドで避けられないんで、まあ、外しとこうかな。イベイド全く使わなくなるかもしれないですね。で、まあただ、エルヒームだとイーグルアイ使ってくるシューターっていなかったような気がするんで、まあ有効かもしれないですけどね。こういう選択肢だけ残しておきます。で、あとはブルーの、特徴としては追撃がおすすめですね。後ろに置いておくと PP ちょっと使わなくなってくるので、チェイス入れてあげるといい感じで火力が上がります。
アレインは相変わらずカバー要員として非常に優秀なんですけど、カバーするのが前後列攻撃される時だけにしました。であと魔法の時と物理とあるんですけど、魔法の時は基本的にはそのローグは避けれるんで、まあ、想定してるのがその騎馬による前後攻撃ですね。ワイルドラッシュかあの時ぐらい。そしたら2体対象になってるのがカバーしてる1体だけの攻撃になるんで、まあ、ユニット A のダメージとしては減らせるのかなみたいなところで入れてます。まあ、あとはもうエルヘイムはその魔法攻撃が多いので魔法防御力が上がる盾を装備させてたりしますね。でオーバーも火力アップのために、相手の防御力を下げたりとか、あとはエンドブローでちょっと攻撃回数増やしたりとかっていう工夫をしています。はい、対飛行ユニットですね。受けができつつ自分も飛行ユニットに対して攻撃ができるっていう、まあ必中が出せるっていう、まあ、火力。あとはもう弓兵ですね。あと弓ですね。エリアルシフト、味方一列にバフを付与、飛行に対して攻撃プラス20、回心率プラス 40% っていうものになるんで、まあ一応飛行ユニットをめがけて突進していくようには立ち回っていくので、横一列全員弓兵ですからここに対して攻撃力が上がればもちろん有利になるよという状態にしてます。あとはこれちょっと遊びでも買ってみようかなと思ってマジックブレイクのあるものをやってみました。列攻撃ですね。最初の魔法攻撃力マイナス 50% ということで、まああんま見ないですけどね。だけどまあたまに後ろに2人とか3人いるユニットとかいたりするんで、その時はちょっと、ユニットの防御力は上がるかなというところですね。相手の攻撃力は下げることで守っていくという流れも作れます。さあ騎兵隊ですね。これも安定です。もうキャバリエールだけ積んで殴っていくんですけど、一応 PP が AP より多い場合は一回だけそのナイツチェイスを打てるようにしています。自分はあんまこれ好きじゃなくて、その物理攻撃が威力50なので、これで PP 使うよりは横一列の攻撃力を上げた方がいいんじゃないかなというふうに考えてる派なので、まあ、余った PP だけ使おうかっていうような形にしてますね。で、あとは、この、なんか、名称の長槍というので、ファランクスシフトっていうのがあって、騎馬に対して攻撃プラス20、回心率プラス 40% っていうバフがかけられるものになると、すごい限定的なものになるんですけどね、その騎馬に対してかっていう、あんまり騎馬対騎馬は、やりたくない対面ではあるんですけど、まあ、ちょっと実験で入れてみたんですが、まあ別にそんなに悪くはないかなと思います。あと回復役スカーレット、どちらかというとこのリザレクションをしてもらう要因ですね。一応このユニット自体は歩兵に対してすごく良いんですけど、やられやすい面もあるんですよね。なので、回復役っていうのはかなりがっつりいると、まあ、非常に助かるというところなんですが、結構迷いどころでもあって、普通にこういうホワイトナイト系入れてあげるっていうのも全然ありなんですよね。回復できるし、同じ騎馬だから移動力も上げられるしっていうようなところで迷いどころではあるんですけど、まあ、やっぱブレイブでそのリザレクションで生き返らせることができるっていうのは非常に大きいので、どっかにスカーレットは入れなきゃいけないと。だけど他のユニットでちょっとスカーレット入れるところがあんまりないかなっていうようなのも考えて、ここって感じです。まあ、あとは、そのリザレクションできるユニットが移動力が速いっていうのは結構ポイントで、駆けつけて生き返らせてあげるみたいな動きもできるので、割と使いやすいですね。はい。対騎馬ユニットです。騎馬はですね、こういった、ガードしてくるユニットが非常に苦手なので、それを先頭に置いておいて、あとは後ろから飛行系で殴っていくというような流れですね。まあ、この子は飛行じゃないですけど、この子は回復要因ですね。で、エルヘイムは本当にその魔法攻撃が盛んなので、これで魔法防御力プラス30しているのと、指輪でさらに、
魔法防御プラス8してます。さらに AP を消費するときに HP プラス 10% 回復ですねっていうのを入れて、まあ、とにかく回復で、ブラッドウェポンでも回復ということで、回復回復って積んでいかないとすぐにやられちゃうっていうあのエリアになってくるんで、ここがポイントです。これで結構硬くなります、やった感じで。回復薬、実は最初これも攻撃薬にしてたんですけど、あまりにもこの子がすぐ落ちるので回復薬を入れてみたら相当硬くなりましたね。これでもやられることがあるぐらい、魔法には弱いので、これがいてかなり安定するような形になってきました。このフェアリーヒールもこの重装ユニットと相性良くて、回復した後に一度だけダメージ無効化するバフを付与っていうのがあるんで、回復した後魔法攻撃食らってもそのダメージはゼロになるんですよね、一回だけなんで、非常に重宝してます。でも相変わらずライトニングシェイクは使ってますね。あのまあファイヤーブレイスよりも威力高いし、気絶付与できるんで、気絶させてあとはハイスイングで追加攻撃していってみたいな流れをよく作ってますね。魔法攻撃ユニットですね、相手の重装ユニットに対して有効になってくる。こちら回避を積んでおいて、で一応カバーをつけてみました。あの前後攻撃されるときに後ろのユニットを守りたいので、自分は避けれるけど後ろのユニット守れないじゃないですか。だからその時だけカバーできるようにこの盾を使ってみたんですけど、まあ、受けるダメージ増えるんですが後ろ守れるんで割と好きですね。あの PP ってあんま使わないんですよ。アクセスアレートとかで行動速度上げたところで別に得するわけじゃないので、PP 余るなと思ってたんでカバーはちょうどいいかなと。であとはヤーナでいくと、あの魔術神にガードハントつけるのめちゃくちゃ良かったですね。重装を相手にするんでやっぱガードされるじゃないですか。そしたらガードに反応して PP で攻撃するっていう、最初の防御力を 30% 無視するっていうおまけ付きで攻撃するんですけど、これが非常に良かったですね。こんな感じで火力を増加させることができます。でロザリンではこんな感じにしてますね。重装ユニットがいる場合は、あの例えば2体とか3体いるとき、シルフィードウィンドみたいなのをやるとカバーに入るんですよね。でそうすると対象が1体減るじゃないですか。でもったいないので重装がいるときは撃たないように設定してます。なるべく3体に当てたいみたいな風に設定してます。で王手はサンダーストラック覚えるので、まあ結構3体並んでるユニットも珍しくはないので、結構いい仕事をできるようになってきますね。さあこちらも対重装ユニットなんですが、まあ、どういうわけか飛行ユニットにも良かったりします。まあおそらくオードマスターがシャープエッジで攻撃するからなのかなと思うんですけど、まあ、飛行タイプと戦うときこれは無視されますね。これも無視される。で HP が少ないとインペールが発動しちゃうんだけど、そうでなければシャープエッジが出るんで、こういうのもあってちょっとダメージが削れるのかなと思うんですけど、ブレイカーにこちらもあのチェイスつけてるんですよね。これ何が良かったかっていうと、グラディエーターみたいなそのパンプアップで回復していくタイプのやつがいると思うんですけど、ああいうのがこの2人で攻撃してると攻撃して追撃してからパンプアップで回復になるんで、実は追撃で落ちたりするんですよね。結構アウトレイジで踏んでいくっていうの方が一撃は強くなるんだけど、この二連撃で落とせることもあるよ、じゃあどっちにするっていうところで結構迷うんで、自分ちょっと決められなかったんで両方ともつけてますがいい感じに使いたい時に使ってくれっていう感じで、あとは AI に任せるみたいな感じにしてるんですけど、今んとこそんな問題はないかなっていうところがありますね。ただアウトレイジちょっともったいない時があるんで、 AP が残ってる時だけアウトレイジ発動してねと。でも自分が AP 使い切った後であれば、他のユニットが攻撃した時にチェイスできるように AP 残しとこうぜっていう作戦にはしてますね。でまあ、あとは回復薬。これもスカーレットと同じくリザレクションを使ってもらうと非常に助かるかなっていうところですね。で、エンドリザレクトを絶対に打ちたいので、PP が1個余るように、他のやつは PP が2個以上の時しか発動しないように設定していると。はい。こちらのユニットは
ちょっと遊びで作ってみたので、なんか狙って作ったわけじゃないです。今回2周目なんですけど、1周目で使ってなかったユニットというかキャラが後ろに3人いるんで、これやってみましたっていうような形になるんで、何かおすすめっていうわけではないです。まあ、ギルベルトのバフが、やっぱりユニットの人数が多いほどプラスになると思うんで、4人体制だとまだ弱いのかなと思うと、5人体制になってから使い始めてもいいのかなとは思いました。で、何をバフらせるかっていうのを敵の人数で変えるようにしました。まあ、つまり敵が少ないのにこっちのディフェンス上げてもしょうがないんで、少なければオフェンス上げてさっさと終わらせようぜっていうような意図がありますね。あとグロースターは今の装備だとちょっと進化が発揮されないのかなというところですね。あとはこの前後攻撃に対して対策するっていうのにハマっているんで、またクイックカバー入れてます。まあ、この子がその自分の HP が低いほど強くなるっていう特徴があって、まあただ今んとこそんなに強くないんだけど、まあ例えばこれをさらに自分の HP が 25% 以下の時に発動するというような形にしてもいいのかなっていう、まあ、そしたらこれ全部当てはまらない時もあるんで、一応これで一番低いやつ狙っていくみたいな、こんなんでもいいですね。あとはジェレミーでちょっと火力の底上げを狙っているというような感じでやってますけど、まあ打たれ弱いかな、結構 HP 減りやすいユニットになっちゃっているんで割と課題があります。まあどうも足引っ張ってんのはギルベルトかなっていう感じもするんで、まあ普通にこれを回復ユニットに変えてあげるだけで優秀にはなるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとギルベルト使ってみたかったんで使ってみましたって感じですね。あとはアシスト射撃要員がいますと。アシストなので、戦闘に参加させるつもりはないので、装備は非常に適当。ということで、実際に動かしてみましょうか。ここは、送り捨て隊で、ずっとここで守っておいてもらおうかなと思います。こういった重装とかがよく来るので、これを対処してもらって、こっちから攻めてきます。ここに馬ユニットいるので、はい、馬ユニットのヒルダ隊。出撃するぞ。で、ちょうどその後ろに魔法ユニットがいるっていうのもやっぱそうですよね。その馬は重装ユニットが苦手なので、それに対応すべく魔法ユニットを入れていると思われるんですけど、結構いい布陣ですね。だからそれを崩してあげ、そこから守ってあげるためにも先ほど言った通り、まあ、重装ユニットを補強しているということです。さあ、移動力の高い出撃する騎兵を民のために先にまずは見張り台を落としたいんで、ここに突っ走っていってもらいます。ここガーッと行きたいので、俺も落としたいと。この下に盾持ちユニットがいるので、対盾要員のアラミス隊、私が出よう、どこへなりともに、ここぐらいまでまっすぐ行ってもらおうかなと。あとはサポートで弓ユニットを出しておきます。仕方ねえな、戦闘が目的じゃないのでこの辺まで出しておきましょうか。ここでは内容を見ていきましょうか。魔法をどれだけ受けられるか、その者たちの、これ小林が一番早いっていうのがポイントですね。で、AP1 個使っちゃうじゃないですか。で、回復が AP2 つ必要になるんで、秘石を1個かまして、この後、
魔法を受けていくじゃないですか。こうやってこれを回復できるように傷を癒しますっております。そうそう、これかなり耐えられるようになったんですよ。一撃でも HP 半分ぐらい持っていかれることもあったんで、このキュアヒルと一緒に応答耐えられるようになりましたね。で回復して攻撃でも回復して、で一応この重装ユニットというか味方のユニットが HP が 50% 以下になったらようやく回復するような設定にしてるんで、今回はこう、回復せずに攻撃したと。こうダメージがね半端ない。いいですね。お守りします。お守りできないけど行っちゃう。怖い怖い。で吸い取っていく。いいですね。で次攻撃するとき開幕で HP 50% 以下になるんで、きっとエルトリンネが回復してくれるでしょう。任せておけ。では追加で行ってもらいます。良いものを回収した。この場は危険だ。さあ見ていきましょう。命が惜しくないようだな。アシストが痛いんですよね。心を燃やせ。レイドスラストおすすめです。暗闇を封鎖するんで、ワイルドラッシュは気絶ですけど、暗闇の方が強いですね。元気になって。これぞ使命。身の程知らずめ。でこのまんまバリスタも落とします。我が誇りにかけて。こっからだぜ。このアシストが激しいのもエルヘイムの特徴ですね。だからアシストで来るユニットはなるべく早めに落としたいし、アシストの範囲内に攻撃するときは結構 HP に余裕があるかどうかを確認しないと、予測以上に食らうことがあるんで気をつけないといけないですね。小物めどけ。まあ、予測以上に食らうっていうのは相手になる。後で見ましょうか。回復してくれるはず。そうで一回ダメージが無効になるんで、非常に優秀な布陣になってます。いきますよ。これが無効になるか。この程度。素晴らしい。逃さねぞ。傷を癒します。受けるダメージ少ない。どういう字だ。いいね、自分でも回復していく。動かないで。しまった。これでどうだ。ふざけんな。くらい。反撃。私が立てる。どうすれば。いいですね。一掃します。開ける気がし。素晴らしい。喜ばしい成果です。さあどうしましょうね。さあ行くか。これを狙うかどうか。まあでもそんなに問題はなさそうだけど、行っちゃうかどうか。一応この子はこっちに向かっているんで、この子を倒してスタミナがゼロになっても休息できそうかなと思うんで行っちゃいましょう。ひとっ飛びだ。この身砕けるまで戦おう。ではルノーは戻ってこの子やろうかな。
必ず全うしてみせる。覚悟しろ。傷を癒します。これで無効化されちゃうんだよね。無効化されるわけではないか。封じる。この程度。風を味方に。やっ。このはずは。まあ、盾持ちのユニットは非常に苦手なユニットになってるんで。このまま追撃してももしかしたら倒せないかもしれないな。まあおそらくダメージが通るのがエルトリンデのこのサンダースラストぐらいになるかな。あ、こっちも結構いけるのか。ガードされなければ、まあ、ちょっとはダメージ入るのかな。追撃しましょうか。で、まあこういう予測見ますけど、実際にここ入ると、このアシストからのダメージも追加で入るんで、ここだとその追加が見れないんですよね。ここを考えて、例えば今の HP でいけるのかどうか、これは結構山間なとこも出てくるんで、これであれば例えば追加ダメージ怖そうだなと思ったら、ここを、停止して、見張り台を先に落としてもらってから、ここを戦闘するっていうような風にしてあげれば、より安全。まあ、なんならちょっと下がってもいいかもしれない。目標地点。やってみましょうか。ここからどうする？相手になろう。飛ばします。休息せねば。指示を頼む。休息。貴様の信念ごと。アシスト入れるかどうか。まあ入れなくてもいいかな。ぶっさぶさにやっちゃいましたね。でからのチェイス。いいね。惜しい。まあこれはね、本当に葛藤なんだよね。そのあのあとアサルトブローやったら AP 無駄になんないじゃんとも思うわけだから、このチェイスがね、本当一長一短っていう感じがする。治癒するわ。なかなかの勝負だった。たあいもない。ほい。えい。よお、あ、これでこの槍いけると安全に。あとはブレイブ2つあるんで、両方ともうまいユニットなんで駆けつけていきましょうか。出撃します。騎士の誇りにかけて。よし、行こう。まあ2ユニットともちょっとなんか近くに行ってくれれば。ここに移ります。命が惜しくないようだな。決めてください。やるしかねえぜ。まだまだ。こういう時は前後攻撃は本当にいいよね。掴みかける。やってくれたね。反撃だ。絶対に勝とう。押し通す。かかったね。まだだ。回復するわ。共に戦い抜くのだ。どけ。これで攻撃力は3回上がったのかな。すぐに回復するわ。で次で4回目か。癒しの力よ。
まあさすがにこれはさばけなかったね。残り HP が高いほど威力が上がっちゃう技なんで。甘いね。やってくれたね。使命を。こんな感じでこの騎兵ユニットってやっぱ受けるダメージが結構でかいんで、体育役はどうしても必要になってくるっていう。これでどう？これぞ使命。身の程知らずめ。で、回復はしたいんだけど、すぐには回復できないと思うんで。まあ、このキャンプ狙いにするか、それか、ちょっと、ここの進行に時間かかるなっていう感じもするんで、こっちの拠点で休んじゃうっていう手もあり。なんで。民のために。まあ、だけど、このキャンプもう使わないかなとも思うんで、これ使っちゃいますか。必ず全うしてみせる。仲間は一人も失わねえ。指示通り動こう。じゃあハンマーはここを攻めてもらって。仕方ねえな。バリスタ落としましょうか。ちょっと受けるダメージがでかいけど、ここだと、ここの見張り台からのダメージも結構でかそうなんで。リーザ隊は無理かな。見張り台登ってもらって、どこへなりとも。アラミスたちにやってもらった方が安全かな。任せたまえ。あ、来ました。立ち塞がるなら排除する。これ以上。今んとここのシルフィードウィンドはそこまで強いっていう感じはしないんだよね。相手が魔法防御ある方だから余計にそう思うけど、なんか通常の物理防御の方が高いユニットでも、なんかそんな目立ったダメージはまだ与えれてないかな。回復するわ。いつでも来い。まだよ。役に立たなきゃ。はい。炎。回復する。ふん。受けてる。見切った。凍らせてあげる。めちゃ避けるね。元気を出さないと。覚悟しろ。使えるかな。ヤーナの PP が結構余りやすいんで、ここがねもったいないっちゃもったいないけど、今回ガードされなかったっていうのもあるんで、しょうがないっちゃしょうがない。こっちは抑えたぞ。見張り台ついた。次の一手はいかに。やかゆく好み砕けるまで戦おう。突っ込んでってもらってもいいかな。目標地点へ進軍する。天使を前に。郵送には強いね。やらせね。ガードされたらヤーナが動くと。ガードハント。反撃だぜ。見切った。させるか。これが強い。重装がいるときはシルフィードウィンドを打たないのがポイントだね。 AP は1個の消費でゴリゴリ削っていくと。これをねやめさせたいんだけど、条件2つ入れ、3つ目つけれたらいいんだけど、難しいね。
けいいですね。恐れるものなどない。これからもこれで褒めてくれるかい。かかってきたまえ。さあ大丈夫だね。アシスト届いてないね。ここだったらよかったよかった。アシストっていうのは敵からのアシストね。そう、これ当たっても大丈夫なのがダーフネスと。応急手当てを逃しはしない。決めなさい。お、これタフネスだと耐えれるんだよね。お、これ当たったら普通死ぬんだけど死なないっていう、これがタフネスの良さ。イベイドだと追加ダメージで死ぬときは死ぬっていう。これアウトレージかかってるとやっぱ一撃で生きやすいんだよね。さあまずい、これはもう何もできないけど、エンドレザクリザレクトで生き返らせるんで大丈夫。噛みまくってるけど犠牲は出さない。いいですね。立ち穴とかこういう回復ユニットがいると本当ずっと自走できるから、スタミナさえあれば割となんかこうガンガンいけちゃうっていう。ですぐバリスタ使いたいけど、どっちかっていうと地面のユニットをやってほしいんで、承知した。移動してもらって仕方ねえな。リーザに乗ってもらおう。任せとけって。帰るんだ。作戦をお聞かせください。この2体だと、この重装には全然ダメージ与えれそうにないね。ルノーかアラミスに頑張ってもらいたい。好きにはさせ。私の剣が見切れる。圧倒してみせ。我が誇りにかけて。俺が相手。まあアラミスかな。ここだったら回復もできそうだね。フェイスはね、あんま強くないんだよね。援護するぜ。させるか。決めてください。させるか。援護するぜ。こういう時はまあチェイスしてほしくないから、例えば重曹がいないとき、重曹がいないときにチェイスとかいう追加をしてもいいかもしれない。援護するぜ。ふざけんな。しまった。まあちょっと削ったかなってとこだね。このままいったらどうなるんだろう。あー、まだ時間かかるぞと。すぐに向かう。この槍、民のために。ルノーは落とせると。騎士の誇りにかけて。どう出るべきか。ルノーでサクッといっても良さそうだね。民のためにも。火力でゴリ押し。します。援護するぜ。追撃する。
絶対に勝とう。援護するぜ。カバーが優秀なんだよね。見せてやろう我らの力。しまった。癒しの力よ。4段階アップかな。正義だぜ。おお、まだ耐える。行くぞ。硬いね。共に戦い抜くのだ。6段階でアップガニ。これでどう。なんで相性悪いけどゴリゴリに積んでっていうところだね。勝利こそ全て。勝利は我が手に。あ、アラミス隊に踏んでもらって承知した。スタミナ回復しようかな。さて、アラミス隊じゃないや、トラビスたちが結構こういうの得意だったりするんで。ご命令のままに。まあ、ルノー隊も歩兵に強いんで勝ってますけど、こっち見ましょうか。よし、これで回復を削いでいって、エースでまあ火力を上げていくと。いいね、エースいいんだよね、この人たちに対して。効かないぜ。おっと、クソが。いつでも来い。おっと、ちぇ、いとけよ。まあ、タフネスが1回かかった後はイベイドだけにするっていう手もありっちゃありだけどね。やっとけ。ふざけんな。これは急速だ。覚悟しろ。当たるかよ。ちぇ、イベード発動。まあ自動的になってるってことか。タフネスは重複しないんだね。素晴らしい。ではルノー隊には見張り台やってもらって、騎士の誇りにかけて。グロスタ隊にこれを追っかけてもらおうかな。どう出るべきか。でグロスタ隊を追っかけるアレイン。敵の射程圏内のようだな。立ちふさがるなら排除する。まだ成長できるもんだね。お、狙われている。おい、着いたぜ。でこっからはまず見張り台を落としたいね。手はず通りだ。さあこっからね、避けるのはね無理だね。指示通り動こう。なので引っ込む。気が高まってきたな。我が誇りにかけて。まあ、見なくていいねこれ。執念が皆を守れる騎士となろう。この槍、民のために。さあこれもやってもらえそうなんで行っちゃいますか。目標地点へ進軍する。ブロスターたちはね多分苦手なんだよね。お任せください。そうでもないか。まあでも近いのがルノーなんでいいでしょう。私が出よう。歩いていこうかな。いや、祖国の夜明けのため、どこへなりとも。
まあ、アラミス隊こっち終了でもいいか。仲間は一人も失わねえ。到着した。考えるんだ。向かおう。一度戻る。で、答えてみせよ。こっちの攻略に入っていこう。私が出よう。私を見ておけ。で、アシスト射撃部隊も出すと。俺が出るぜ。ヒルダのことはもうすっかり忘れていた。すっかりマジで忘れていた。了解。祖国の夜明けのため承知した。答えてみせよ。じゃあオクリス隊も動きましょうかね。すぐに飛び立つ。こんな強いやつがいたのかよ。アシストでやられちゃうね。なので申し訳ないがこれを使う。では弓見ていきましょうか。やってみろ。さあ、ここだ。こちらも。まあ、あとは今の段階だとアローレインが使えるんで、これをどうするかだね。チャージしてるとね、時間かかるんですよね。俺よりはこんな感じでサクサクやった方が、相手の戦力を早くそげば、こっちが受けるダメージも少なくなるっていうところを考えるとね、難しいとこなんだよね。しまった。まだある。まあ、アローレイン派手でいいんだけど。くそー。ほらよ。で、いい感じじゃん。かかってきたまえ。手を貸せ。まあ、なるべくアシストには倒すときは加わってほしいね。経験値稼ぎで。任せときな。指示通り動こう。任せたまえ。弱っちかったな。いつでもやれる。命が惜しくないようだな。さあ、ルノー隊はもう本当に活躍するね。グロスター行こうとしてたのにね、間に合わなかったね。やっぱ馬が3機でスピードが全然違うな。作戦をお聞かせください。進軍いたします。頼むぞ。この場は戦の要となった。この槍、民のために。この辺も一掃できちゃうね。目標地で進軍する。天使、俺も混ぜな。すごい、さすが相性がある。風に分かりなさい。ああ、ダメ。役に立たなきゃ。危ない。惜しい。受けてみろ。このまま進むぞ。天は見ているのだ。お任せください。ブロスターこっちも間に合わんな。なんとかこいつがいけそうだけど。行動に移ります。アレインさんも待っていただいて、狙われて、ユノンさんももっと待っていただいて。これが砂漠の民の意地ってやつさ。
まで行っちゃった方が残りも早そうなんで、リーザたちも次行こうか。わかったよ。貴様の信念、手を貸すぜ。アラミス強いね。これもさっきと同じパターンかな。ちょっと早送りして、治癒するわ。面倒ね。私にできることをする。このまま型をつけよう。順調。負けません。では初かな、初お披露目。楽しませてくれよ。まあ、高度を下げてこっちは先に行きたいと。休息よ。立て直そう。決してくじけるな。一発必中。一中つけていく。こいつは痛いよ。反撃だ。無駄だ。気絶回復されるとね、よろしくないですね。烈攻撃は凄まじい。派手でいいね。結構コンセプトはまとまってないけど、なんとかなってるね。騎士の誇りにかけて。結構危ういんだよね。ということでグロスタ君もお疲れ様ということで帰ろうか。進軍いたします。お任せください。行動に移ります。ご命令のままに。この残り2機でここを終わらせなければ。よし、この槍必ず全うしてみせる。この身砕けるまで戦おう。目標地点へ進軍する。かかってきたまえ。俺も混ぜな。切り刻む。何？無駄だ。まさか。オッケー。養生なさい。面倒ね。当然の結果だ。たあいもない。これでここはアシスト要員に打ってもらおうかな。どこへなりとも。ああ、グラディエーター。私を見ておけ。ちょっと苦手かな。魔法ユニットでいきます。で、後ろからの魔法ユニット。を抑えなきゃいけないので、アラミスはそっち担当してもらおうかな。どこへなりともすぐに向かう。まあ、自分から行かなくてもいいかな。来るのを待ってば。任せたまえ。俺が相手だ。あ、レインお願いします。はっ、やる。お返しだぜ。あっぶれ。この PP 稼ぐのが非常に重要だね。これでも死なない。めっちゃ食らってんだけどね。1残るっていう。アレインはこういう時にちょっと倒れやすいんだけどね。
まあ、あとはブルーノが頑張るしかない。死ね死ね、このまま行こう。また強くなっちまったぜ。考えるんだ。ああまあまあまあ、死ななければ大丈夫だね。行くぞ。容赦は死ぬ。削っていこう。手を貸すぜ。まあ、まずは後ろの後衛を削っていきたいけどね。まあ、前衛削れたらいいけど難しいだろうね。回復するわ。はあ、痛かったわね。燃えろ。無駄無駄。効かないぜ。無駄無駄。クソ、決めてやる。でも半分以上のダメージ与えてたから2体倒してると思うんだよね。壊れてあげる。耐えられるか。無駄だぜ。ちなみに回避させるだよね。シルフィードバリアの後ダメージ入ってるな。なんででしょうね。回復するわ。相手になるぞ。なるほど、延長ダメージが大きかったのか。クライダー、こうだ。くそ、恐れるものなどない。道のりは長い。いつでもやれる。さあ来い。我が誇り、俺が相手だ。どっちがいいかな。相手の HP 削れるけど自分にダメージがでかいと。命が惜しくない。俺が相手だ。ダメージ重視でいこうかな。回復しやすいしね。危ない。こう当たんないんだよね基本的には。ブルーのナイス。43%当ててくれてる。任せた。もう一回やるとまずいな。あ、でも大丈夫か。ちょっと HP 削ってるから29のダメージかな。うん。エイタルフォールってどうやって使うのが強いんだろうね。 HP の少ないなんかこうグリフィンで自分の HP の半分ダメージってあんま魅力に感じないんだけどね。どうせいいよ。小賢しいな。よし、立て直しを考えよう。こっちユニットやられてないからね。行っちゃってもいいかな。ルノーより HP じゃないわ。ルノーよりレベルが低いんでね。勝機を見出さなければ。ブレイブ溜まってるんで使ってもいいな。あ、でもむしろ回復に使った方がいいか。どうすっかな。ご命令のままに。ルノー隊で抑える。必ず全うしてみせる。一旦戻るぞ。士気が高い。この調子でいこう。おい、バリスタを通すと
こういうやつがたまにいるんだけど、これをね、ブレイブで落としたいんだよね。やってやるぜ。まだ動けるのがいないな。指示を頼む。ちょうどいいとこに、ちょうどいいとこにヒルダたちがいる。行くぞ。さあ行くか。行け。ありがとうな。再発。仲間は一人も。では出発。任せとけって。私が行こう。どうしような、飛んでっちゃおうかな。アトラクトの選択肢もあるね。待たなきゃいけないっていう、来るのどっちかだね。まあ呼べるっちゃ呼べるか。祖国の夜明けのため。誰だっけな、呼べるやつ。さあ行くか。今いないか。指示を頼む。タイミング的に結構中途半端なんで。いやでもね、ここね飛行スピード落ちるんで、やっぱ突っ切ろう。任せておけ。撤退します。到着した。制圧完了した。好きにはさせない。また一歩進め。どこまで強くなるんだ俺は。さて、よし、抑えると。ブレイブ使いたい。あ、届いたりして。あー惜しい、超惜しい。やってやるぜ。どこへなりとも。答えてみせよ。もったいないけどグラビティ使おうかな。あとね、ブレイブが溜まりすぎ。足止めしておきます。いつでもやれる。貴様の信念ごと舞い切ろう。逃しはしない。しまった。迎撃。決めてやる。 5% 治癒するわ。いいね。でスタミナが切れるかな。このまま型をつけよう。バイタル持ってる子は出撃します。騎士の誇りにかけて。渡せるやつがいないか。進軍いたします。残念だけど指示通り動こう。休息取ろう。天使を前に愚かな。答えてみ。これで倒していこう。この槍、民撤退する。出撃する。ご命令のままに。武能隊に
頼りっぱなしになるけど、まあでも撃つか。仰せのままに。立ち塞がるなら排除する。疲れで飛ぶこともできん。いつでもやれる。OK 悪くない。お、いいぞ。制圧した。いいぞ。オイニットがまとまりそう。なぜか飛行ユニット倒せるっていう。まあだけど多分生み出されたユニットだろうからレベルが低いんだろうね。心を燃やせ。やつ反対。確率の問題で、ね、こっちが手数が多いからこれでなんとなく落とせちゃってるっていうだけだと思うんだけど。外れだ。使命を。普通はこんな感じで当たんないからね。ダメージ固定できるのがいいのかな。むしろなんかこう重装みたいなやつにダメージ与えれますよっていう話かもしれんけど、でも AP2 つ使うから結構フェイタルフォールはコスパ悪いと思うけどね。絶対に勝とう。まあ運が良かったですよと。癒しの力よ。やりが耐えてきたぜ。ブレイブ使いたい。お、指示をくれ。あの、欲しい。もうちょい、もうちょい前行け。仕方ねえな。ここ取るか。行ってくる。お、ちょうどいい、ちょうどいい、マジでちょうどいい。民のためにも。いいね。まあダメージはほとんどないな。ここであるのか。でも回復しますよってことね。ここでキュアエール入れてくれるとありがたいんだけどな。任せた。お、素晴らしい。心を燃やせ。打ち抜くぜ。いいね。鉄鋼は初段はイベイドでかわせるけど残りは無理だから、無理っていうか、まあ、当たれば死ぬからファイルスラストでいいね。そこざいな。食らいやがれ。追い打ちだよ。こっからだぜ。4回目かな。5回目。共に戦い抜くのだ。 OK。物めどけ。あ、ブレイブ発散していこう。指示をくれ。アローレインで2体いってらっしゃい。この辺なんかこう山にいるやつ、まあ、本当になんか結構移動速度も遅いんで、こういうのでサクッといくと命が惜しくないようだな。いい感じ。身の程知らずめ。まあ無双するのもあんま面白くないんでね。立て直してから行動すべきか。グロスターはちょっと苦手そうだな。少し不安な状態だ。拠点だけ抑えて。この槍、民の目標地点へ進軍。やってもらおう。我が誇りにかけて。見ようか。
まあ、ホワイトナイトだから本当はヒルダたちにやってもらいたいけど追いついていないっていう。これぐらい追撃します。追撃する。絶対に勝とう。使命を果たすぞ。ギュッと回復するわ。回復するわ。守ってあげる。はあ、こっからだぜ。もうダメ。行くぞ。いいね、守るね。共に戦い抜くのだ。これぐらい回復よ。光よ。さあ、6段階上がってるのでいけるでしょう。勝利こそ全て。小物め、どけ。ご命令のままに、仰せのままに。で、ここも撃っちゃおう。この場は戦の要となった。で、そうだな、回復してもいいね。私が行こう。指示を頼む。了解。私が行こう。どこへなりとも。いやこういう時キャンプあるからね、使っちゃいたくなるんだよな。承知した。答えてみせよ。仲間は一人も失わねえ。分かったよ。いい状態ではないが進軍いたします。こんな感じかな。次はどういたしましょう。いつでもやれる。私に任せる。お、動き始めた。こっからどうする。立て直してから行動すべきか。キャンプしよう。お任せください。ああ、グロスタ君、行っちゃってちょうだい。行動に移ります。お、ヒルダはようやく。覚悟する。93% なんですけど。いいよ。見とけよ。深く傷を癒します。追撃だ。見とけよ。耐えていく。追い打ちだ。すごいね、やっぱ食らうね。殴って回復。お返しだ。お、これは、あ、でもキュアヒールで HP50% 以上になるか。これでも素晴らしい。負ける気がしないな。当然の結果だ。困ったぞ。まあ、でもここレベル低いんで、どう出るべきか。ここロイヤルオーダーを打っておいて、全力で答えよう。さて、行きますか。この槍、民のために。よし、行こう。どう出るべきか。よし。で、誰を
やってやるぜ。誰を送り込むか任せときな。私を見て。オクリスも使わないかな。行こう。この身砕けるまで戦おう。目標地点へ進軍する。さあ行くか。ひとっ飛びだ。ヒルダでこいつを落としてもらおうかな。次の手は撤退する。オクリース配置。出撃する。仕方ねえな。任せとけって。指示通り動こう。すぐに向かう。次の指示を。はい、到着しました。次の指示を。一旦戻るぞ。これで下準備は OK かな。騎士の誇りにかけて。ああ、ここがいいんだよ。ここがいいんだよ。大丈夫かな。考えあんま行かなくていいな。行くぞ。どう出るべきか考えるんだ。この槍、民のために。さて、ちょっとダメージあるけど制限値稼ぎましょうか。俺が相手だ。追撃に弱いね。なんだと。よしだ。だいぶやられたな。気絶してたからか。いい調子だ。OK、やったぞ。で、ブレイブで回復と。助かった。考えるんだ。到着いたしました。飛竜と共に強くなる。いいよ。ドラゴンロアね。この辺はね、お役に立てますね。この辺難しいところで、これを打つことによって PP0 になるんで、エリアルウィングとかディフレクトが使えなくなるので、これをどっちにするかだね。今んとこ使わなくていいかなって判断しますけどね。でこっちも PP2 つしかないんで、グリフォングライド、まあ攻撃かわせるけどどうするってとこだよね。例えばちょっと被弾した時とか、やっぱ回復できるのってちょっとでかかったりもするし、行動速度上げるのもでかかったりするんで、こっちも今んとこ外しとこうかなみたいな。指示を頼む。さあ行くか。了解。あ、本丸が見えてきたぞ。好きにはさせない。
うのがだいぶ痛そう。パッシブスキルはあれなんだよね、その一撃目がガードされると取れないっていうのがきついね。力を示せ。惜しい。一息ついて。高ぶるぜ。これぐらい見た。平気よ。回復よ。そこよ。遅いね。OK、 このまま行こう。強くなった気がするぞ。さて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 、どうやって削っていくか。私が行こう。で拾って近づいて、行動に移ります。必要な時に使おう。次の一手はいかに。次の一手はですね、お任せください。アタックエールやっときまして、結果で答えてみせよう。ダメージ量を増やしておきまして、削っておきたいんだよね。騎士の誇りで高ユニットを除去りたいので、指示を頼む。弓ユニットに早く来てほしい。こりゃいいね。仲間は一人も失わねえ。次はどういたしましょう。その間にアレインたちも回復してほしいね。感謝します。神のためにも勝利は我が手に。ここが目的地だ。仕方ねえな。やられちゃう、やられちゃうか。削り役が必要だな。ミルダさんお願いします。目標地点到着したよ。来い。後ろ。アシストあり。行きましょう。来たわね。あなたを打ち倒し。イレニア様が倒れたあの日、ジェラール陛下の娘を。でも勝てると思うの？そうはいかない。 38%。 触れさせません。配信不可。あー、まあでも気絶だけか。かかったね。回復します。封じる。消し済みだ。傷を癒します。中から蝕め。風を味方に。毒状態。倒れてしまいました。行かないわ。おお、当たった。反撃だぜ。ガサッとかかったな。かかった。来た。よっ、しまった。いいよ、落としてちょうだい。お返しだ。こっちですよ。
最後落ちました。冷静に行こう。ということで輪体が落とせるかどうか。落とせそうだね。よし、じゃあ落としちゃいましょうか。全力で答えよう。まあ、っていうのもこの中だとアレイン隊が一番レベル低いんだよね。そうだよね。これはまあアシスト部隊だからいいとして、まあ、グロスターもちょっと低いっちゃ低いけどね。グロスターだとちょっと倒せないか。もうちょい削る必要があるね。ですがアレイン隊で行こう。お金もちょっともらっといて。行きましょうか。俺が相手だ。支援するぞ。これでアシストの方にも経験値を振っておくと。惜しいなブルーノ君。邪魔をしない。そんなもの？防御力ダウンも入んないのか。やるな。覚えてくるな。ここで毒向こうが生きてきたね。こいつを受け。あらあら。この状態異常の時の格好がね、可愛らしい。あと毒でやられるか。そんな。OK、討伐完了。やばいんじゃねえぞ俺。もっと強くならねば。という感じですが、いかがでしたでしょうか。参考になれば幸いです。ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。勝利を積み重ねよう。